い、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、高火力帯の突破の仕方というのをねテーマに動画をお送りしていきたいというふうに思います。で早速ね見てもらいたいんですけども、結構こういう配置って皆さん目にすることございませんか？火力がですね、とにかくここにこう密集してるんですね。でさらにその密集したど真ん中にギガテスラがあるっていうの、これはねなかなか多分皆さん苦悩するポイントなんじゃないかなって思います。ここの高火力帯を最初こう相手にしようと思うと、まあ、ミスった場合に終盤のね施設がだいぶ残ってしまって、まあ、星2が限界とか、まあ、いう風になってしまうこともあるので、まあ、避けたくなる気持ちもあるんですけども、一方でねこれを避けた場合どうなるかっていうこともちょっとね今回、2つ目の動画で見ていきたいと思いますんで、今日はね合計大五郎さんのリプレイを2回の大五郎さんのリプレイ2回を含めて3本のリプレイ流していきます。ちょっとねそれぞれの状況っていうのをこう見比べながらね楽しんでもらえたらというふうに思います。さてまあそんな話をしているうちに大五郎さん高火力帯のこのゾーンっていうのを手持ちのユニット全部を使って処理してきましたね。ここですね、ほぼほぼ全て使い切ってます。で残ったユニットはコウモリですね。コウモリをこっちからぐるっと回していきます。まあ対空の範囲攻撃が全然ないので、まあ、コウモリ短期でだいぶ削れるゾーンですね。そこをしっかり見極めたその何ていうのかな、選定眼素晴らしいですね。さすが大五郎さんだと思うんですけども、でかなりもう防衛施設は残りが限られてきているという中で、ネクロマンサーの数もね結構残ってるんですね。まあ、ババキンがここにいるっていうこととあと、ネクロマンサーここに4体いますね。でグランドウォーデンもアーチャークイーンも残っているのでかなりね戦力としてはしっかりと、残せています。でそのユニットたちが最後惰性ですね、もう惰性でもって残った防衛施設を全部こう破壊していって、でそのまんま全開まで持っていくという格好です。非常にお見事ですね。星2の延長にもなっていますし、でかつね結果だけ見れば非常に理にかなったアタックになってたっていうふうに思います。まあ、要は高火力帯にユニットを全部ぶつけてね力で突破していくっていう考え方ですよね。ちなみにこれ大五郎さん初見です。初見で攻めているのでしっかり星2をね取るためにタウンホール側からこうアプローチをしてくれましたね。こういうところは本当助かりますね。星1をねやっぱり今タウンホール12が取ってしまうと、それをあと挽回するのにすごいねチームの力がそがれちゃいますんでね。でこれ2本目見てもらいたいのはミッチーさんですね。まあ、ミッチーさんもしっかりね星2を取ってきてくれてるんですけども、攻め方がだいぶ違うんですね。ネクロマンサーが多めのコウモリですね。でね、まあ、ネクボーからのコウモリって言えばいいんですかね。この面からネクロマンサーを一気にこうね、放っていって面でこう進めていくような格好を取っていきます。で、そうなってくるので当然ここの高火力帯っていうのは一番最後に残っちゃうんですね。ここからアプローチすれば、まあ当然そうですよね、一番最後に残っちゃう。でそれが、残念ながらこの全冠につながらなかったっていう結果なんですけども、まあ、そこら辺をねよく見てもらえたらというふうに思います。この辺までは素晴らしいですね。序盤はおそらく、予定通りというか、ネクロマンサーが大量のスケルトンを引き連れてどん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 面で、施設に対してアプローチしていってますね。でこの後コウモリの呪文も残しているので、まあ、序盤はねしっかりと、ネクロマンサーの力だけでどん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 進めていくという形になっています。まあ、ユニットが割れていってしまっていますが、まあ、これはある種、まあ、仕方がないところですね。ネクロマンサーをこう面で出した場合っていうのはこの中心部のここのところですね、ここのところにアプローチするのが結構バスターとかがね、こう斜めに走らざるを得なかったんで、これ難しいので割れてしまうところまではおそらくミッキーさんも、想定内だったというふうに思いますね。で、アーチャークイーンがギガテスラ側にこう向かっていってますね。で相手のバーバリアンキングと勝ち合ってこれを処理した後でギガテスラも破壊していくと、ちょっとこれ際どかったですね。もしもアーチャークイーンが、今いるこの方面に流れていってなかったらこれ星1のリスクはあったので少し、まあ、際どかったんですが、でコウモリを中心部に向けて流し込んでいきます。まだこれネクロマンサーとグランドウォーデンが生きてますんでね、そうは言っても、ターゲットがコウモリに集中していないので、まあ、コウモリがどん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 こう、攻め上がっていっていますね。で、
天敵となるウィザードの塔にはしっかりと、フリーズの呪文で対応していって、ここを突破していきます。かなりねこれいいと思うんですよ。あの私もこの辺りで、あ前回行ったかなこれというふうに思ったんですけども、行けなかった理由っていうのがやっぱりですねここなんですね。ここテスラ5本のあとクロスボウプラスのアーチャー塔ですね、こいつらがかなりねあの攻撃力が高くて、まあ、最後ここに向かっていく、まあ、ネクロっていうのが何体でしょうかね、ちょっと拡大すると、まあ、合計3体4体ですね、グランドウォーでもついていっているんですけども、なんとなんとですねこいつらが全部この防衛施設に最後やられて全キャンまで行かずと、まあ、パッと見てどうでしょうね、壁の外にこんだけ施設が出てるんで、まあ、ネクロで行けなくもないように見えるんですけども、迫撃砲もまあこういい仕事をしてくれたおかげでネクロ本体がどん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 撃ち落とされていって、結果的にはこの高火力帯を最後突破できずにやられちゃいました。ここなんですよね、序盤に高火力を叩いておくっていうことはユニットの体力がある段階で力対力の勝負ができるんですけども、終盤になってこれだけの火力を残してしまうと、もうそこまで歩いてくるのにもうヘトヘトになったユニットたちが最後もう一歩あの歩ききれなくなっちゃうんですね。これがすごい高火力帯を最後に残す、まあ、デメリットです。そこら辺っていうのもねよくこう考えながらどっちの、方法を取るのか、高火力帯を先に潰すのか後に残すのか考えていかないと、なかなかですね思ったようなアタックにつながっていかないというねところになってきますので、ぜひぜひね今回の、まあ、この、お二人のアタックの違いっていうのは、参考にしてもらえたらいいかなというふうに思いますが、最後ねもう一回ダイオロさんのアタック見て、終わりにしたいと思います。クイヒーを展開してからアイゴレを出してババキン出してさらにアイゴレを出してターゲットをしっかり取ったところで後ろからネクロですね、ネクロマンサー一気に全部出していってレイジの呪文も打っていってもう畳みかけてますね。これ完全に今これトームを発動このあたりかなしていくと思います。グランドブルのトームもいいですね。今ウォールブレーカーにかかるようにちょっとタイミングを測ってましたね。お見事レイジウォールブレーカーで壁も開けてますね。で高火力帯に対して一気に大量のネクロマンサーと、ヒーローたち、あとは、レイジをかけつつ、ロックボマーを当てていって一気に潰していきます。まあ、こうすることによって本当に火力の、ね、集中しているこのポイントをもう力押しで一気に突破していきますね。で突破し終わったら、そのユニットたちが壁に捕まっている間にコウモリパート展開していきますね。ここからですねダーッと入れていって、で、このコウモリたちが、最後ちょっとだけ処理しきれなかった施設っていうのを残ったユニットが惰性で処理していくという格好になってます。さっき、最後の最後の、なんていうのかな高火力帯っていうのは、もうそこまでね歩いてきてヘトヘトになったユニットじゃ、まあ、壊せませんよっていうふうに今申し上げましたが、逆にこれだけねたったこれだけにしてしまえばここまでヘトヘトになって歩いてきたユニットたちであってもやりきれちゃうんですね。壊しきれるわけですよ。まあアーチャークイーンが生きてるっていうのは結構でかかったと思うんですけども、ただまあ施設数的にはそんな大した数ではないですからね。ここに関してしっかりとアーチャークイーンがアプローチしていってくれて全開という格好になります。さて、本日のお話まとめていきますと、高火力帯っていうのは最初に倒すかないしは、最後に倒すか、まあ、それによって結構ね結果が変わってきます。最初に倒そうとする場合には、倒しきれればあと全開まで持っていくのが楽になる、まあ、高い壁を一気に登ってあとはなだらかなところを進んでいくっていうイメージですね。その反面そこで全部ユニットがやられてしまうっていうリスクもあります。となった場合星1取っちゃうっていうこともあるので、もしもギガテスラがね今回みたいに高火力帯じゃないところ、今ギガテスラってここにありますよね、ここにこれがもしもこっち側にあった場合っていうのはアプローチの仕方を変える必要があるかもしれないですね。どちらかというとここにギガテスラある場合にはこっちから攻めていった方が結構いいかもしれません。ただ今回みたいにもギガテスラが高火力帯のど真ん中にある場合にはこれをね最後に残してしまうとここの最後の高火力帯突破しきれずに星1で終わるっていうリスクが非常にありますんで、大五郎さんみたいにね序盤にもう全てのユニットをぶつけてしまってこっから落としていく、まあ、そういう考え方っていうのが逆に星2をしっかり取ろうというふうに思った場合には、
まあどちらかというと正解に近いのかなというふうな印象を、まあ、今回私は受けました。まあね、あの皆さんのその必ずしもこのね法則が当てはまる時ばかりではないと思うので、当然ながら相手の村に寄ってくるんですけども、結構ねこういう火力の偏りっていうのを意図的に作った配置はよくよく見かけますんでね、あの今回の、違いっていうのもこう参考にしてもらいながら、確実な星にそこからの全開にこうつなげてねいってもらえたら、幸いかなというふうに思います。はい、では、本日はこの辺りで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。